南川総督は、新代に、清江裏に設けられた高級官員。正式名称は、江南稼働総督、十一品、または、政二品。チャンス章の稼働の管理を担当した。新の初めには、三等省の再年に、稼働総督が設けられていただけであった。1677年、稼働総督のタスクは、ワイアンが、甲が、Y が、大運がの交わる。 治水の要所であるにもかかわらず、災年から離れていて不便であったため、ワイアン城西北の清江浦に出張所を設けた。1729年、正式に清江浦に駐屯する江南稼働総督と災年に駐屯して、河南省、三島省を管轄する三島稼働総督に分離された。翌年には直令稼働総督が設置され、直令総督が兼ねた。 南川総督は二日、四町、朝、十四 a を、管轄した。歴代の南川総督では、長方、女忠し、はじむよ女などが顕著な業績を挙げている。太平天国の乱の最中の1855年に、黄河の流域が北に移動し、1860年には、清江浦が、年軍の攻撃を受けて、南川総督署が焼かれたため、 1861年に廃止された。ありがとうございます。